グヌンムル国立公園はボルネオ島のマレーシア領内北部にあるムル山の山域の保護を目的とした自然公園。2000年にユネスコの世界遺産に登録されている。グヌンは現地語で山の意味。したがってムル山国立公園という日本語表記も使われることもある。グノンムル国立公園とも表記する。ムル山は標高2377メートル。 山頂を含めカルスト地形となっている。地下には総延長が約1 7 5トルあるクリアウォーター洞窟系や約5 0トルあるベナラット洞窟系など巨大かつ長大な洞窟群が広がっている。洞窟群にはコウモリやアナツバメが生息。ディアケーブと呼ばれる洞窟は世界最大の空洞の一つ。遊になるとこのディアケーブから数百万のコウモリが 雲のように飛び立つ風景を見ることができる。また地表も動植物の宝庫である。ボルネオ島のジャングルはアマゾンやアフリカ大陸に存在するジャングルより古いと言われている。特にヤシの種類が豊富で100種類以上が確認されている。石灰岩の侵食がマダガスカルのツンギ同様の景観を見せる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された、ありがとうございます。